かっこいいね。このちさちゃんマジでかっこよかったね。オークリーメデューサ。全体がさ、ライトブルーだからさ。ハービー大優勝だったね、今回。レジェンドフィルムっていう会社。イッチートワイスとか。VFX やってる人は JO1 もやってたね。あー、単独公演行かせてお願い。お願い行かせて私に。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。都内でビデオエーター、モーションデザイナー、セルクリエイター、コニーです。ということで今日はですね、TGIF ミュージックビデオのビハインザシーンズ、ビハインドが出てきましたので、こちら映像エディターをしている私、コニーが映像演出分析ということでこちら見ていこうかなと思います。TGIF の MV リアクション見てくれた方ありがとうございました。ということで皆さんお盆入りしましたでしょうか？いよいよお盆に入りましたので、余裕を持って MV いろいろ何回も何回も見れる感じがしております。みんな、いやすごいさ、この髪の毛さ、カラーがだんだんになってるちさちゃんのこのヘアスタイル、なんていうのかな、すごいね。ちょっと字幕を入れていきましょうか。はい。てか、ココナちゃんの美女がちょっとぶっ飛んでるね。ビリー・アイリッシュって最初言ったんですけど、MV 見た時に。ちょっとまた違う次元のココナさん。いや、スタイリング良すぎなんだよね。爪やばい。ガールギャングからもそうだったけど、やっぱ爪のネイリストさんがマジで大優勝してる。ここまでネイルまで MV でやってくる、アーティストさんって初めて見るかもしれないってぐらいすごかったね。ガールギャングから今回もですけど。で、この衣装はあれですよね。メインのステージで踊ってた時のステージと、あと外撮影の時、ビルにさ、ジュニン姉さんが埋め込まれてて、広告みたいになってて、飛び出てるやつの時の衣装かな。めっちゃ可愛いね。うわぁ、すげえ。今回結構外撮影多くて、前回ガールギャングよりも圧倒的に外撮影が多いんですね。っていうことは、それだけお金がかかるということなんです。ガールギャング結構室内で全部スタジオで撮って、あとは VFX、CG とか入れて作ってたので、予算感的にはガールギャングの方が下にはなってくるかなと思いますね。外で撮るっていうだけで本当に予算がボンって上がりますので、はい。って言ってたね、アメリカのエディターさんもね、XC のリアクションしてる人も。このすごいんですよ。もうこことかすごいんですよ。ほら、街の一角貸し切ってる状態だよね。これおそらく韓国だと思うんですけど、事務所じゃない、作ってる制作会社が、韓国なので、レジェンドフィルムっていう会社。イッチー・トワイスとか、ナヨンちゃんとか、VFX やってる人は JO1 もやってたね。すげえな。セットすげえな。このセットすごいね、やっぱりね。いや、外、これ韓国さ、こんなとこあるの？映画とか撮る用のさ、エリアかな？ロケーションから、すごいね。で、ここのメインのセットやばくないですかって私ずっと思ってたんだけど、全部ここら辺スモーク焚いてるのから、鏡になってて、下ここアニメーション動くんだよね、確か。で、ジョン・ポール・ガティエさんみたいな方、フランスのデザイナーさんの水玉模様の衣装です。ございます。で、これ、オークリー・メデューサっていう帽子らしいんですけれども、10年前にプロスノーボーダーさんがよく被っていて流行ったものらしいですね。ちょっとリバイバルな感じ、ファッション。昔の要素が入っている。80年代、90年代バイブス。で、このイエローの衣装ですよね。これでぶっちゃけ HITC 出たも良かったんじゃないか疑惑なんですけども、楽しんでるね、撮影もね。で、床これ、この緑だけだったんだね、入れてるのね。あとは全部 VFX ですよ。上にインクがこうやってグワーってなってたりとか、液体がね、上に飛んでたりするの全部 VFX ですよね。あと後ろの背景にビルがあったりとか、あれ全部 CG ですよね、要は。で、入れてるわけですね。なので、グリーンバックで撮ってないんですけど、まあ、黒で撮ってるんですけども、後で編集で全部液体とか、サイバーパンクな、SF っぽいビルとかが入ってきてたわけです。はい。わお、so cute! イエローいいね、やっぱり。緑のハイライト入れてるんだ。昨日さ、エキストラを見たから、ちょっとさ、なんか気持ち構えが違う。なんか、見る目変わっちゃった。本当にこの子たちは、壁を乗り越えてきた方なので、本当に、すごっ爪すごっ
ここはね、チームのライティング持ってるんですけど、多分踊りながらこうやってスタッフさんが持って当てたりとかしてましたね。多分きっとパープルとかピンクカラー、ピンク緑ライン入ってたから、ココナちゃんのこういうところ確か、うん、うららマイレディーズゲッチムーラ、うららマイレディーズネバークールオフのところだよね。いやー、でこっちシャネコのバスなんですよ。あ、ここは手持ちで撮ってたんだね。ここ多分一人一人のソロのショットとか、ここら辺とか一人で踊ってるのは手持ちでこうフレーム枠つけてこういう感じか。すごいね、ほんと韓国の MV 撮影の現場ってマジでやばいよね。日本とかもとんでもないみたいな、レベル違いすぎて。アメリカのジャスティン・ビーバーとかディオールとかの映像をエディティングしてる人のリアクションを結構見るんですけど、かなり K-POP の MV で驚かれてらっしゃって、本当に技術的にめちゃくちゃ高いって言ってましたね。でまた別の作りなんですよね。アメリカの MV 結構フィルムルックが多かったりとかするし、 K-POP の MV ってまた別のジャンルになってきてると思うんですよ。ここだ、外撮影。あ、意外に枠あるんだ、後ろの柵、ここ柵みたいなのあるんだ。かなり屋上でヘリコプターとかの、着陸エリアで撮ってたのかなと思ったら、意外にバルコニー的な感じのところで撮ってたんだね。え、気づかなかった。ブーツの。皆さん気づいた？この、金具？かっこいいね。このちさちゃんマジでかっこよかったね。オークリーメデューサ被って。で、もうシルバーヘアだよ、要は。で、安定の姫カット。姫カットで、このジョン・ポールさんの水玉衣装を着て、で、なんか全体がさ、ライトブルーだからさ、だからなんだろう、この SF っぽい感じ。で、若干80年代のその、サイケデリック、ディスコ感みたいなのも出てるのかなと思って、で、チークもさ、このメイクもすごく可愛らしいよね。XE って結構チークしっかり、シューティングスターとかもさ、結構チークしっかりめで入れてきて、そこがまた可愛かったりしたよね。特にジュリアちゃんとかね、流れ星は。ここやばかったね。ここてか、やっぱ水張ってるんだ。ガールギャングでも水張ってたんですけど、あれです。ハービーのエイミーちゃんのところで。で、ここのショットは、VVS Got Nothing On Me だと思うんですけど、後ろにこの金属のオブジェクト置いてたんだね、これ。VFX でいた方が安いのに全部セットで作ってたんだ。すごいわ。で、ここ手がさ、2本、3本ぐらい減って、ジブリのなんだっけ、千と千尋のなんとかジジイ、かまたきジジイじゃなくかまじいみたいになってたんだよね。だから若干スパイダーマン、スパイウーメンっぽい感じのコンセプトも入ってたのかなと思いますけれども、もしかしたらジブリ要素も入れてきたのかもしれないあれだよね、トランジションでちさちゃんがジュリアちゃんになるとこなんですよ。ここもなんかガーリヤングっぽいとこ要素が入っててかっこよかったね。私嬉しいんですけど、なんか緊張感張り詰めた環境でさ、MV 撮ると多分ナチュラルな表情出てこないから、リラックスさせよう、リラックスさせようって、多分制作側がかなり和やかな雰囲気で撮ってくれて、この表情が出てきたのかなと思いますし、いや、スタイリングもすごいね、これ。ボディースーツみたいなの。やばいね、ほんと。スタイリストさんマジで、ボーナスあげて。ね、ハービー火星に行きたいって言ってたの、昨日言ってたんですけど。エキストラ、ちょっとビビった。あ、サイモンさんと同じようなジャンルの方だと思った、私は。え、ちょっと待って、なんつった？ここに到着した？この惑星。あー、到着したこと知らせ、そんなテーマだったんですが。あ、言ってたの、エクスパンド拡張。なんかさ、地球とか惑星がこう膨張、拡張しているみたいな感じのコンセプトなのかな。ハービー大優勝だったね、今回。モデルウォークのショットが入ってきて、生きてたね、モデル時代の経験がね。はい、彼女。素晴らしいです。手足も長いので。あー、すごい。すごい。かわいい。フォトシュートも一緒にやってるんですね。かわいい、ハービー。チーク結構強めに入れてって、んで、あれだよね、メイクが割と黒髪からこのハイトーンになったから、顔すごくくっきりしてる方だから似合うよね。足が大変ですって。このスタイリングもすごいな。
爪よね。爪、わー、髪型もすごい。これウィッグなのか？ペイン、なんか絵になってる。ハートになってるね。すごいね。鹿になって、鹿じゃなくて、狼に乗ってたじゃないですか。あれ、VFX のアーティストさん追っかけたら、あれもモデリングだった。セットじゃなかったの。で、びっくりした。狼に乗ってるじゃないですか、ジュリアちゃん。あれ全部 CG でやってた。セットじゃなかった。セット作るの無理だよね、あんなの。普通に考えて。今の時代はね、割とセットやるより CG、VFX の方が安かったりするんです。だから、セットを未だに作っている、まあ YG エンターテインメントとか韓国で言うと、は本当にすごいなって思います。ただね、最先端のものを作れるのは CG、VFX なので、入れてくるに越したことはないですね。いやー、ここもすごい。ロケーションすごいね、今回。ガールギャングより確実に予算こっちの方が上です。外撮影の比率多いし、そうそうそう。まあ、VFX もかなりゴリゴリだったので。スタイリングと世界観はマジでやばかったけどね、ガールギャング。完全にもうなんか、ミュータントみたいなさ、ちょっと恐ろしいぐらいの世界観だったと思うんで。今回可愛さもあって、You call it cocky, I call it true みたいな、そこの、歌詞にもさ、歌い方にも可愛さ入ってるんだけど、若干その、ダンスとか、コレオとか、映像の作りでも、キャラクター出てきたりとかね、可愛さもあるよね。好きです。すごく好きです。てか、ここどこ？ここすごくない？ほぼ貸し切りよ。なんかさ、ネットフリックスのさ、アリスの、今はの国のアリスとかあるじゃない？あれ渋谷のさ、街、なんだっけ、スクランブル交差点とかの、シーンがあるんですけど、あれ全部セット組んでるんですよね。で、ビルとかは VFX で入れてたりとかするんですけど、本当に映画とかになるとこういう感じで、もう一角セットになってる感じなんですよね。あとビルとかも、空とかは CG で入れちゃうとかもありますよね、最近。ただすごいよ、このロケーション。すごい！いやー、こんなにスタッフさんいるのね。日傘持って。いや、ちょっともう、XG もそのレベルだよね。お疲れー。めちゃくちゃ可愛い。超可愛い。飲む気よ。エクスパンド拡張だよね。なるほどね。あれか、なんかその、スキルとか、その、コンセプトとか、スタイリングも含めての拡張なのか、エキスパンドしてるのか。なるほどね。いやー、単独公演行かせて、お願い。お願い行かせて、私に。チケット、ください、神様、私に。かわいすぎー。てか、本当にスタイリング最高だね、ここもね。もう本当にこのグリーンが似合うんだよね、ココナちゃんね。もうずっとグリーンでいってほしいぐらい。で、やっぱこのさ、ヘアスタイリングのスタイリングもすごいですけれども、このハービーにさ、赤とさ、ブルーをさ、シースルーのこの、あれだよね、ガウンみたいなの着させて、ココナちゃんはやっぱちょっと可愛らしさもあるパープルで、みたいな。で、ジュリアちゃんさ、キツネ、ウルフ、狼に乗ってるから、結構髪型もそういう感じで、色結構入れてきて、ちさちゃんさ、もう、ここの二人髪型すごいね、これ。初めて見た。防具とかに乗ってる最近だと、こういうスタイリングって。トレンド今。いや、新しすぎない？このヘアスタイリングも。で、ジュリン姉さん。結構、かっこいい系の衣装、彼女似合うと思うんだけど、これぐらい可愛さ、色あっても全然好きです、私は。で、まやちゃん。はい、スタイルがいいですけれども。結構こういう感じで、キラキラ感のある、アクセサリー、インナー、トップス、ベルトとかも入ってて、XC ってやっぱつけるものが、個数が多いと思う。なんか、アーマーとかベルトとか、インナーに上にトップスでなんか布とかさ、で、グラサンとかゴーグルとか、オークリーメデューサとか、ね、つけてるものが異常に多い。で、なのにまとまり感があるスタイリング、すごいなと私は思います。いや、ちょっとジューシーだね、この。情報量満載で、ちょっと界隈のこの界隈の人にはもうめちゃくちゃ響く MV ビハインドなんですけども、ちょっと面白いなと思ったらぜひいいねボタンのクリックとチャンネル登録も忘れなくお願いいたします。ということで Thank you guys for watching, stay safe and healthy, see you guys in the next video ということで Goodbye!